すごい裏側もすごい隙間がいっぱい、機械が配線がいっぱい、油圧のホースとかがいっぱい入って細かく裏側もいっぱい穴があるんだけど、穴というかその空洞になってるんだけど、そこに肥料が全部入ったら肥料がなかなか洗い流せなくて中で錆びちゃって、油圧のパイプとかああいうのが全部錆びちゃって故障の原因になるから、ここに肥料が入らないようにして、この袋で